ていることっていうのは、この体とかつけてるものじゃなくて、その奥にある魂が、あなたたちがどうなのか、その魂が輝いてるのかっていうところだけしか見てないんですね。でそれがきっと本当の意味で私たちの喜びだし、持続につながると思っている。日本語で言うとマガタマというものなんですけれども、イメージとしてはタイリーに近くてですね、やっぱりピュアであることがすごく大切だと思うので、タイリーっていうのは水の中にいてすごくこうピュアな場所にいます。でも私たちは今どうしても生まれてしまうと、そういう水じゃなくてこういういろんな大気に関わっていて、もしかしたら汚染されて生きていってしまうかもしれないんですけど、そのピュアだったっていうその純粋なものが彼らを見ているものなので、でそれが慣れないかというとそうじゃなくて、私たちの魂の持ち方でいくらでもそこに帰ることが私はできると思っているんですね。